チ朝日です。今日はですね、白 T シャツやボディラインが出やすいこういったお洋服でも透けない響かない楽ちんな下着をご紹介していこうと思います。この時期は薄着になってくるので、洋服とセットでどういった下着をつけようかって悩むこと多くなってくると思うんですけれども、去年も透けない響かない下着のねご紹介はしているんですが、その中でも紹介していて普段からねとってもお世話になっているクスロギーのゼロフィールを今回はさらに詳しくご紹介していこうと思います。ゼロフィールは縁が切りっぱなしで縫い目ゼロのシームレスタイプの下着になっています。そしてホックやあとタグすらもついていなくって、もう本当にね気持ちいいぐらい何にも響かないんです。それでいてこれとかねもう結構使ってて洗ってるんですけれども、生地もねかなり丈夫なんですよね。そしてこんな感じでね、もう全方向にビヨンビヨン伸びるので、まるで自分の皮膚かのように薄くピタッと馴染んでくれるので、もうつけてることすらも忘れちゃうぐらいなんですよ。自分の体の一部になってくれるノンワイヤーブラジャーです。去年の動画ではこちらのタイプをご紹介しました。これがゼロフィールベーシックっていう、まあ一番王道タイプですね。でこういった形のものって他にも類似品いろいろ出てるかと思うんですけれども、まあ、元祖シームレスブラっていう感じのものです。特徴としては S サイズから最近だと 3L までサイズ展開もかなり豊富で、でお色も17色とね、もう本当にどれにしようか迷っちゃうぐらい使いやすい色から可愛い色まで揃っています。この中でも特に白 T シャツでも透けにくいのはやっぱりねベージュカラーだと思います。もうこの色はね一つ持っとくと本当に便利。もう見ていただいて分かる通り全く透けてないのが分かると思うし、シームレスタイプなので脇のはみ肉もブニって出ていなくって、すごくすっきりと着れているのが分かるかと思います。ただベージュカラーに抵抗があるっていう方もいると思うので、そういった方におすすめなのはこちらのねココアブラウンカラーとか、あとはグレーだったり、肌に馴染みやすいカラーを選んでもらうと比較的透けにくいと思います。で中に入っているパッドも内側からポコッと簡単に取り外せて、こういった丸型のパッドが入っています。まあ、なのでこれだけでも楽ちんにつけることができますし、例えば色物のブラジャーの上にですねこれを1枚つけてもらうと、バストラインを綺麗に保ちつつ透けないっていう、なんか上から1枚皮膚を重ねている感じで使えます。まあ、学校だったり職場だったり白ワイシャツを着るときって結構透けちゃうと思うんですけれども、そういったときにもね使える技だと思います。でこれ以外にもゼロフィールっていつの間にこんな種類増えたのっていうぐらいいろいろあって、その中の一つがまずこちらですね。これがブラレットタイプっていうものなんですけれども、先ほどのベーシックタイプと比べてカットとかが深めに入っている、とてもね女性らしいシルエットになっていたり、あとはパッドもボリュームタイプのパッドが入っているので、より胸の形をね綺麗に整えてくれます。まあ、なので私はどちらかというとこれをねさらっと T シャツを着ている時に着たけって、で今もねつけているのがブラレットタイプなんですけれども、こういった深めのカットが入っている V 字の首元でも見えることもないですし、こうね胸のサイズに自信がないっていう方でもこれだけでもねちゃんとした膨らみが出てくれるので綺麗に着れると思います。脇のはみ肉も出てないし、これ結構ね透けやすい T シャツ買ったんですけども全く透けてないですよね。まあ、あとはブラレットタイプはファッション要素もねすごい高いなと思っていて、まあ、今みたいに深めのね V 字のカットでも見えなかったりするし、あとはもう深すぎて下に何かインナー着ないといけないような時の下に着たとしてもさらっと涼しく着ることができたり、であと脇のクリがね大きめのお洋服とか着る時もなんか普通のブラジャーだとブラジャー見えてるなっていう感じになっちゃうけど、これだとねなんか見えていても下着っぽく見えない、なんかむしろインナーを着てるみたいに見えるから見えてても全然いやらしく見えないんですよね。まあ、あとはあえて見せるコーディネートの一つとして取り入れても、このね首元のカットとか本当に綺麗なので、ちょっと上級テクニックかなと思うんですけれども、でも本当におしゃれに着ることができると思います。続いてこちらです。一見ねさっきのベーシックタイプに見えると思うんですけれども、触り心地が全然違くて、コットンをブレンドした綿混素材なので吸水速乾性が抜群で、まあ、汗ばむねこれからの季節にぴったりです。まあ、例えば季節的に浴衣とかお着物を着る時のインナーとしてつけるととっても快適に過ごせることができると思うし、あとは寝苦しい夜のナイトブラとしてつけても本当に気持ちいいと思います。そしてねこんなのもあるんですよ。
ちゃ可愛いでしょ。ファッション性抜群のアクティブという種類になります。これは背中のところがクロスしている形になっていて、より肩甲骨をね動きやすいような作りになっています。もうどれをつけてもね、もう本当にね体動かしやすいんですよ。もうどこまで追求するんだろうっていうぐらいなんですけれども、まああとはねこのね穴の開いたデザインとかも可愛いし、もう切りっぱなしだからね、ここも着た時にフラットだからすごく綺麗なんですよね。でこの種類なんかはデザインも可愛いし、ビビッドなカラーも揃っているので、まあ、例えばヨガとか軽い運動の時にねつけたりしてもすっごく可愛いと思います。他にもね柄物やレースや、あとは形がね違うものとかもいろいろあるんですけれども、もう私が紹介しなくてもねもう全然売れちゃうと思うので今日はしないんですけども、あの気になった方はぜひぜひそちらの方もチェックしてみてください。私の使い方としては、透けない響かないっていう用途だけではなくって、もちろんワイヤー付きのブラジャーもつけるんですけれども、本当に心地よくつけられるので、まあ家の中とか旅行先とか飛行機の中とか、ノーブラは嫌だけどノーストレスで過ごしたいみたいな、そういった時にはもう本当に欠かせないものですね。ということで今回はスロギーのゼロフィールをご紹介していきました。気になった方はね下の概要欄、そして店舗でね試着してみてください。体が参考になったと思っていただければ、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。